전문 인력이 충분히 양성되어야 한다. 이곳은 무사시노시의 지역 포괄 케어를 담당하는 곳이다. 지난해 12월 이곳에 인재 육성 센터가 만들어졌다. 고령화가 進んでまいります. そういった中で福祉サービスのニーズが非常に見込まれるということから、今後のサービス供給に向けて専門職の確保が必要だといったこと、合わせて地域から人材を掘り起こしていくことが必要。 そういったことがこの人材育成センターの設立の背景となっております。 간호사와 개호복지사, 케어 매니저 등 돌봄 서비스를 담당할 전문 인력을 교육시키는 곳이다. どうしても長くというよりも、実際にやるところの注意点だとかっていうのを主にやっていきたいなというところはあります。ちょっとテキストが難しくて。 교육 과정은 132시간. 주로 간호일에 경험이 없거나 자격증 없이 현장에서 일하는 사람들이 참여한다. これから資格は持っているけども今仕事をしてないまま家庭にいらっしゃる方の掘り起こしだったり、仕事はしたいと思うんだけど介護ってよくわからない、あまりいいイメージを持ってないという方たちのイメージアップどうするか、そこら辺も大事な役割だと思っています。 돌봄이 필요하지만 살던 지역을 떠나지 않는 또 다른 방법은 집 근처의 돌봄 시설을 이용하는 것이다. 이곳은 소규모 다기능형 주택 개호 시설이다. 가족이 모두 집을 비우는 시간, 혼자 보내는 낮 시간 동안 이곳에서 전문적인 돌봄을 받으며 시간을 보낸다. あ、そうね。なんか連れに来てもらうんで、そしてお世話になって、一緒にたまに家に一人ですもん。だけ今はこっちに来た時は皆さんと一緒で、楽しいです。美味しくもあります。 소규모 시설이어서 최대 25명 정도가 이용할 수 있다. 이들을 돌보기 위해 간호사와 개호복지사 22명이 교대로 일한다. 대규모 요양시설과 비교하면 이용자 편의에 맞춰 탄력적으로 운영되는 것이 특징이다. デイサービスであったりヘルパーであれば、計画時間割で、例えば月水金が通ってきて、そして河木堂の何時から何時までが訪問しますよっていうことで、細切れで時間割で サービスを提供することになりますが、私たちのところは24時間365日っていうことで、もちろん曜日を決めて通ってくる人もいりますが、体調によって朝から訪問をしたり、そして今日は体調が悪いのでこちらに通ってきて様子を見ましょうかとかですね、そういう臨機応変な対応ができるのが小規模多機能の特徴というふうに思ってます。 소규모 다기능형 주택 개호 시설이 제공하는 또 다른 서비스는 방문 돌봄이다. 간호사와 개호복지사와 같은 전문 인력이 있어 가능한 서비스다. 방문 돌봄을 나가기 전 도시락과 약을 준비한다. 朝食をお持ちするので、栗山さん一人暮らしなので、朝ごはんが自分で調達できないんでですね。